はい、どうもこんにちは。だいぶ寒くなってまいりまして、木々もだいぶこう紅葉が進んできたという季節であります。またこれからもみじ祭りとか、ね、いろいろなイベントが目白押しということであります。今までみんなが気をもんでいたマツタケも徐々に出始めたということでありますが、あまり寒くなるとまた終わってしまうということで、今年はマツタケのシーズンは非常に短いのかなという感じであります。それでは今月の、記者会見よろしくお願いいたします。最初に伊那市の表彰式典でありますが、11月3日、文化の日、10時から伊那市役所の多目的ホールで行います。で、対象者は全体で17人であります。で、個人が11名、団体が6団体ということで、自治功労、寄付功労、教育、産業等、それぞれ表彰をさせていただきます。それから次が受賞者についてはお手元の資料にある内容であります。次にプラチナ大賞という賞がございまして、この話をさせてもらいます。で、このプラチナ大賞もう今年で11回目ということなんですが、お手元の資料のこのプラチナ大賞というもの、これ言ってるんだっけ、これが運営委員長というのが、じゃなくて、会長がですね、前の東大の総長を やられていた小宮山さんという方、それから運営委員長という方が、増田博也さんということで、まあ、審査員が全部で10名ということで、非常に格調が高いといいますか、厳しいこの審査を経て、このプラチナ大賞というものが決まります。で、まあ、伊那市も今年このプラチナ大賞に応募をいたしまして、で、この度一次審査が通って、まあ、最終選考ということになります。11月の6日時事通信ホール東京なんですが、ここで、プレゼンをして、その中から総務大臣賞とか、さまざまな賞が決められるということであります。で、まあ、このプラチナ大賞というのは、イノベーションによる産業の新しい産業の創出とか、アイデアのあふれる方策、まあ、こういうことによって、まあ、地域や社会の課題を解決をしている自治体あるいは企業というものが賞という形で称えられるもので、先ほど言いましたように今年で11回目ということになります。で、まあ、9月に一次審査、これ書類審査ですが、全国の55の中から12が最終審査へと進んで、伊那市もこの中に残りました。で、11月6日に最終の審査が行われまして、この審査には私がプレゼンをするということでありまして、非常に限られた時間7分の中で、ね、全てしゃべるということのようであります。で、まあ、1秒でも多くなると減点というような大変厳しい、審査のようでありまして、今準備をしているんですけども、かなり苦戦をしております。で、伊那市の応募をした内容については、まあ、伊那に生きる、ここに暮らし続けるということで、まあ、テクノロジーの融合と、まあ、日頃行っている地域の皆さんとか企業の皆さんと連携をして取り組んでいる、まあ、新産業技術だとか、あるいは CO2 削減とか、また森との関わりというようなことで、まあ、重層的に組み立てて、推進をしている紹介という、そんな形でまとめてみました。マスコミの皆さんも取材が可能でありますので、それから一般向けにもライブ配信されるということですので、ぜひ、現地での取材とか、協力をお願いができればと思います。
11月の6日の午後1時から、5時20分までという、でその午前中には、なんだっけ、リハーサルか、午前中にはリハーサルがあるということで、各企業の皆さんも自治体も一つ二つ参加するようですので、もっとかな、長野県とか県ですね、埼玉県、岩手県、行田市、戸田市、長野県、京都府、自治体が多いんですね。こうした中で、対象が決められると、総務大臣賞とか産業経済大臣賞ということであります。委員会の皆さんもここに名簿にありますね。また取材ができるようでしたらまたよろしくお願いしたいと思います。次に、スマウト移住アワード2023上半期ということで公表がされました。これは株式会社カヤックが運営をしております、移住定住のマッチングサイトでありますが、スマウトというものがあります。でこれが非常にこう注目をされるマッチングサイトでありまして、でこの中で人気の移住地、人気の移住地のランキング、移住アワード2023上半期というのが今日の10時に公表されました。で、全国の900の地域の中から、伊那市が昨年に引き続いて全国第1位ということで選ばれました。実際に今子育て世代を中心とした若い世代の地方移住、この関心が高まっていく中で、今年も子育て世代を中心に多くの方が伊那に移住をしているという状況であります。でこのスマウトの中で上半期のトレンドは体験でした。体験でこの伊那市ならではの ふるさとワーキングホリデーとか、あとワーケーション、お試し暮らし、農林業体験、こうした多様なニーズに対応しているということが評価をされたと思われます。さまざまな体験によって、移住希望者、また移住検討者が、仕事や暮らしを通じて、地域、事前に地域との関わりを持てるということで、安心をしてより具体的な移住を検討できるということ、これが非常に高い評価を受けたというふうに捉えております。で令和5年度の上半期のさまざまな施策によって移住定住の実績、いずれも過去最高の実績となっております。昨年と同じように、いい数字が現れていると。で移住者数については 今時点で38組97名、相談件数は396件ということで、過去最高の昨年の実績とほぼ同じということですので、今年はそれを上回る可能性もあるというふうに見ております。でまたそうした中で空き家バンクについては新規登録が31件、これは昨年同期の22件に比べて22件の減でありますが、制約は22件ありました。しかしながら新規登録予定の物件が20件ありますので、昨年と同じぐらいの数字の空き家バンクの確保ができるというふうに見ております。でそれから新山にあります田舎暮らしモデルハウス移住体験住宅、山寺と高遠にある移住体験住宅、これも32組の利用でありまして、引き続いて多くの方に利用をしていただいております。それから転入、動態といいますか社会動態の中では、首都圏と関西圏が転入超過、中京圏が転出超過というような動きになっておりまして、コロナの後の生活、日常生活が戻ってきたことによって、主に三大都市圏を中心に人の動きというものが活発になっているというふうに見ております。それから本年度から
新たに3カ年の継続事業としてスタートいたしました、稲スマイル補助金、これが非常に好評でありまして、住宅の新築補助が54件、それから宅地造成補助が26区画となっております。で、住宅の新築補助については、完成後の申請となりますので、これから年度末に向けてさらに増えていくというふうに見ております。また宅地造成の補助でありますが、すでに見込みの区画数となっておりまして、最終的には見込み数を上回るというふうな見通しであります。いずれも初年度としては順調であるというふうに感じておりますけれども、事業の効果というものは次年度以降、また徐々に見えてくるというふうに考えております。下半期もさまざまな機会を通じて伊那市の魅力を積極的に発信をしたいということ、それから各種支援制度の活用とか情報発信、これをしっかり行いながら移住定住促進を進めてまいりたいというふうに考えております。1位が伊那市、2位が鹿児島県、なんていうの、和泊市っていうのかな、ちょっと分かりませんが、で島根県が3位の海士町で、県では長野県、鹿児島県、島根県、あ違うか、これは同じなんですね。そんな内容であります。これか、移住定住の実績ということで、グラフがございますので、またご覧をいただければと思います。で、細かいところについては、そこに課長がいますので、課長、係長の方に聞いていただければと思います。次は田舎プロジェクトであります。田からプロジェクトです。田からプロジェクト、はい、これは地域がつながって生き生き誰もが活躍できる社会、これを目指す取り組みの一つとして田からプロジェクトというものをスタートさせます。で、この名前の田からというのは、田から発信をするというこの取り組みの姿とか、地域共生にとって大事な、ちょうど良い距離感のなからとかですね、カラフルなという、色で多様性を表しているということで、この、ロゴについてはですね、ロゴにつきましては、伊那市出身のデザイナー志望の大学生に、考案していただきました。でこのプロジェクトについては、ひなちゃんグッズの制作に企業とか学校、福祉施設、そうした皆さんに参加をいただいて、共に作り上げるということで、共生社会に向けた意識の造成、醸成を図るということであります。で第1弾として、障害のある方が描いた絵を使ったクリアファイル、これを制作をいたします。で素材は環境に配慮をして、紙製を予定をしていると。でまず障害をお持ちの方から絵画作品を募集して、その後協賛企業を募って伊那市と企業のロゴを入れたクリアファイルを作成するという、計画であります。で完成品については伊那市のノベリティとして利用をするほかに、企業にも積極的に活用していただくということで、また企業の皆さんにはこの事業をきっかけに障害者と一緒になってできること、これもいくつもあるんだよということをまた考えていただいて、また次の展開につながるということを期待をしております。で第2弾でありますが、これはエコバッグであります。でこれは稲谷上ヶ丘の生徒1年生でありますが、総合的探究の時間を使ってエコバッグを制作をしていくと、こうしたこれからも多様な主体、さまざまな皆さんの参画によって、地域共生社会の取り組みというものを広げてまいりたいと考えております。
続きまして伊那市中学生キャリアフェス2023であります。今年で 10回ぐらい、トータルで8回になります。伊那中からスタートして伊那中春富、はい、8回ね、はい。伊那市のキャリア教育の検証がありまして、その中で地域で子どもを育てよう、子どもは地域の宝、地域の未来、こうした理念のもとで伊那市内の中学生が地域を知って、地域の人と触れ合って、地域の未来を考えると、そうした一日になるようなことで伊那市中学生キャリアフェスを開催いたします。で、日時につきましては11月の16日の木曜日、エルコムロジテックアリーナで、行いまして、主催は伊那市中学生キャリアフェス実行委員会であります。で、この実行委員会は各中学校から2名、実行委員を出してもらい、その実行委員の皆さんが主体となって計画を練って、で、当日も司会からすべて行っていくという予定であります。で、伊那市内の中学校プラス4学校の中等部の2年生の生徒、およそ600名でありますが参加をしていただいて、一日中という、まあ、日がな、キャリアフェスの会場で、いろいろな皆さんと接したり、また体験をするということであります。で、事業者数については84団体今日現在であります。で、新規の出店も11団体あったり、で、昨年は武道館も使ったんですが、今年はエルコムロジテックアリーナに集約をして行うと。で、参加ができない生徒も中にはおりますので、こうした子どもたちにはオンライン中継を行うということ。さまざまな交流が期待されるわけでありますので、また取材をしていただければというふうに思います。9時半から始まってオープニングセレモニー、それから15時までのクロージングセレモニーというところまで行くわけです。今年は僕は出張だよね。なのでオープニングセレモニーで喋るわけだね。はい。それから、情報提供ということで、今週の土曜日10月28日ですが、第37回の伊沢修司記念音楽祭を行います。東京芸術大学のフルオーケストラの皆さんの演奏とか、あるいは高遠町文化体育館において、高遠小学校、中学校、また春富中学校、高遠高校、こうした皆さんの発表の場があるということであります。今まで28日に向けて東京芸大の指導を受けた高遠北小学校の音楽劇、それから高遠小学校の合奏と合唱で、高遠中学校、高遠高校の合唱ということで行われ、で、今年は今までは高遠が中心だったんですが、今年は春富中学校の吹奏楽部のマーチングバンドも出演をするということで、出演校が徐々に広がってきているかなという感じであります。で、第2部については伊那文化会館で、70名から80名の東京芸大シンフォニーオーケストラの演奏がなされます。で、このチケットについては文化交流課、それから高遠教育振興係、障害学習センター、長野県文化会館ということで発売をしておりまして、高校生以下は無料、それから一般が500円ということで、本当に芸大生
まあ、音楽家を目指している芸大生の素晴らしい演奏が聞かれると思います。で、今年についてはチャイコフスキーの作品の作曲の交響曲の演奏のほかに、4年ぶりに市民の皆さんによって結成をされた伊沢修司記念音楽祭合唱団、それからベルディ作曲の歌劇ナブッコという名前のようですけれども、これに共演をするということであります。また東京芸大のシンフォニーオーケストラの皆さんは市内の中学校で吹奏楽団を結成をしたイナジュニアアンサンブルクラブ、それから中学生の合唱団と伊那市の歌で共演をいたします。毎年各学校の皆さん無料で招待をしておりますので、たくさんの子どもたちがこの東京芸大の演奏を聞いたり、また中には一緒に参加をして歌を歌ったりということができるということで、一般の皆さんも見ることは聞くことができますので、ぜひ秋の夜長に音楽祭を楽しんでもらえればというふうに、あ、夜じゃねえのか、午後ですね、秋のひとときですね、楽しんでもらいたいと思います。で、このチラシの絵は高遠高校の浅川さんという方が描かれておりまして、非常にリアルな感じの絵だと思います。それから、次は森ジョイであります。11月の5日でありますが、第6回の森ジョイを市民の森を会場に開催いたします。で、今年の森ジョイですが、森を感じ味わい遊び語り合うという、そして一日にしてもらうために、まあ、いろいろな催しを準備をしております。で、毎年行っております森のコンサート、今まで稲北高校の合唱団、合唱の皆さんが中心だったんですけども、今年は春富中学校と西アルチカ南小学校、伊那小学校、東アルチカ小学校、こうした子どもたちが伊那市出身のピアニスト平沢真希さんと、それから国内外で活躍をしておりますバリトン歌手の高橋正則さん、このプロの皆さんと一緒に合唱を行うということであります。で、まあ、会場には焚き火を用意をしたり、薪割りとか花でできた花の形をした炭ですね、花炭作りの体験をしてもらったりということで、普段なかなか焚き火を経験できない子どもたちも焚き火、まあ、火をつけたり焼いたりということで、一日を過ごしてもらいたいと思っております。まあ、おにぎりとかスープ、お菓子、こうした食べ物のほかに大人向けのクラフトビールも販売されますので、親子で楽しんでもらいたいと思います。またゴミゼロのイベントを目指しているので、まあ、森ジョイはゴミをゼロにしようという、そうした趣旨もありますので、マイ箸とかマイカップ、これを持参をしてもらいたいと思います。まあ、秋のすがすがしい一日、これを森で遊び、木に触れて、それから五感で森を楽しんでもらいたいと思いますので、たくさんの参加をご来場をお待ちしております。それから主な行事をちょっとお話をいたしますと、10月の28日土曜日、午前10時から高遠城址のもみじ祭りのオープニングを行います。それから高遠の新相場祭りが同じ日、10月28日から11月の5日の日曜日まで行われるということで、合わせて蕎麦博物館もできましたので、そちらの方にも足を運んでいただくようにお願いをしたいと思います。で、11月3日の伊那市の表彰式典、長谷地区の障害学習公園と、それから同じ11月の2日5日なんですが、長谷フェス、これが開かれます。今まで南アルプス村
祭り、南アルプスふるさと祭りということで、湖の横の公園でやっていたんですけども、今度は南アルプス村長谷、道の駅ですけれども、道の駅と西側のアルプス公園、ここを使って行うということで、趣を変えた楽しいものになるんじゃないかと思っております。それと森上が11月の5日人権動画教育の講座があったりで、11月の12日には西アルチカの新そば祭りもあります。西アルチカ公民館で行われます。で、16日のキャリアフェス、そして19日には伊那の第32回ということで、予定をされております。あと見晴らしファーム関係ですが、今週の土日、信州伊那新そば祭りが行われます。それから11月3日は見晴らしファームのお祭りがあったり、11月の5日には地鉢コンクールコンテスト、これが行われたりということで、こちらも盛りだくさんの予定でありますし、あと障害学習センターにおいては第17回のいないなっせジャズフェスティバル、それから第20回の伊那市民芸術文化祭と、で創造館では第30回の企画展として伊那町1966ということで、昔の伊那町を、特集をした企画展が行われます。それから上伊那児童生徒習字作品展というものもあったり、高遠の歴史博物館、高遠城のお稲荷さんと、これは宮田村の小田切村長さんの自宅にある、高遠の殿様からこう下地されたそのお稲荷さん、大切に保存をされておりまして、これを展示をするということと、上伊那郡の小中学生の新聞展というものも特別展として行われる予定です。高遠美術館関係ではここにあるような展示がなされます。あとチラシがございますので、ご覧いただければと思います。はい、以上ですかね。では質疑に入らせていただきます。で、お名前と質問をお願いいたします。はい。宮城テレビの小林と申します。お願いします。スマート移住アワード2023上半期で、3期連続ですかね、1位ということで、改めて1位のご感想といいますかをお聞かせください。はい、大変高い評価をいただいております。それから毎回ですね、そのテーマといいますか切り口が変わってきますので、3期連続1位というのは非常にこう取り組みの内容が多岐にわたっているんじゃないかという気がいたします。で、こうしたことは一朝一夕にできるものではなくて、長年かけて担当者がいろいろなところに行って情報発信をしたり、またさまざまな企画をしたりですね、で相談に訪れた皆さんにも非常にこう何ていうんですかね、優しく接してもらったりというようなことで、こうした評価がされたんじゃないかなと思っておりますし、非常に名誉なことだと思っております。すみません、今後もこう移住の方を推進されていくと思うんですけれども、そういったことでこう、どういった伊那市を目指すといいますか、今後の展望などありましたらお聞かせください。そうですね、コロナ禍まだ終わったわけじゃないんですけども、コロナ禍を過ぎてやはりこう人々の考えとかですね、生き方というのは変わってきたんじゃないかなという気がします。
で特に最近の移住者とか相談の内容を見てみると、私たちが伊那市が今までやってきた一次産業を重視をするということとか、あるいは食べるものと水を安定的にこう得られる地域であったり、それから、エネルギーも自賄いができる地域を作りましょうということで、小水力発電とか、あるいは木質バイマスだとか、そうした屋根の巣の太陽光とかですね、あと LED 化といったその持続可能な社会であるということは移住者もやっぱり分かってまして、そうした安心なところ、将来にわたって安心なところだからという選択が増えているように聞いております。自然がいっぱいあるとか、緑がきれいだとかいうのは日本中どこでもありますけれども、そうした社会の構造そのもの、このことについての評価が高いというのが私たちにしてみると非常に嬉しいかなと思っております。ありがとうございました。他にございますでしょうか。はい、品の前にチームの方と申します。よろしくお願いします。ちょっと今日の議題とは離れるんですけれども、先般の秘書フィンランドを視察いただいたらと思いますけれども、ご感想と視察を終えて伊那市にこの還元できそうなことなどございましたらちょっとお聞かせいただきたいんですけれども、感想というとやっぱり目的がですね、森林林業というところの視察、それから、教育の小学校から中学校から、それから社会人大学専門学校、こうしたところをまたしっかりと勉強していきたいということで、総勢14人で行ったんですけども、一言で言えばもうかなり進んでるなという感じでした。でフィンランドっていうのは森林に関してはヨーロッパでもう最も進んでいるという国でありますし、で教育も世界で一番こう教育水準が高いという、そうした現場を見させてもらったわけです。で教育についてはもう世界中からフィンランドの学校に視察が訪れているということ で基本的にはもうお断りをしていると。でもし受け入れる場合でも有料だと、いくらかは聞かなかったんですが有料ということでしたけども、伊那市については覚書もあったりお互い交流してますので、どこの学校に行っても、どこの企業に行っても本当にこう温かく迎えてもらって丁寧に説明をしてもらったということで、国民性も非常にこう日本人というか私たちに合ってるなというそんな印象でしたね。で、日本に取り入れられるかどうかという点については特に教育のところは非常に私は大事にしたいと思ってますの でこれからフィンランドの先生たちと、またあるいは指導者の皆さんと伊那市のそうした教育関係者がウェブを通じていろいろやり取りしましょうということで向こうの窓口も決めてもらいました。でまたそうしたウェブでやり取りをする中で現地でないとわからないこともありますので、そうした時にはまた視察ということで行かせたいなと思っております。で向こうからもこちらに行きたいと。でまた森林に関して言うと向こうの知事、北カルエラ県の、知事とも話をする中で、交流は当然だと、だけども交流の先にあるビジネスを生み出していかないと意味がないから、これはしっかりやりましょうねという、そんな話をもらいました。私も元よりそのつもりですので起業をしたり新しいビジネスを立ち上げたりお互いにこうやっていくということで、来たわけであります。で、日本に持ち帰ってといいますかこう参考になるなということは、もちろんたくさんありましたけども、日本の産業の中で一番労災が多いのは森林に関するところなんですね。でこれについても向こうでお話をしたんですが、
森林に関しての事故ってほとんどないっていうんですね。でなぜかというところ、これあのイベリア、リベリア林業専門学校というところへ行って驚いたんですけど、約200名の学生がいて、それ2年間だったかな、もう徹底的に基礎からあのトレーニングをするんですね。あの、まあ、構成の機械だとか、あるいはバックホーだとか、まあ、いろんな重機を使って材木を何十本も掴んでトラックに乗せる、でトラックから今度下ろす、これを最低でも1万回繰り返すとか、あるいはシミュレーターってあるんですね。あの構成の機械を画面上でこうやって操作する、でシミュレーターも全部で30台ぐらいですかね、いろんな種類があって、でそれを学生がこうトレーニングをする、もう最低でも3000回以上とかですね。でそれを繰り返し行って、その後に現場に行って、まあ、現地でのまた、学習をするという。だからこの労災がないっていうのはなるほどなっていう、まあ、トレーニングですね、これ徹底的にやるっていう、体で覚えるっていうことを言ってましたけど、まあ、それに加えてあの斜面がないって言いますかね、もうほとんど平坦なところの林業ですので、まあ、事故も起こりにくいのかなという、そんな感じでした。だから一概に日本の林業と比較をして、全て取り入れられるということはないんですけども、まあ、参考になることってのは非常にあったということですね。あと驚いたのが、あの小中学校の一貫校に行った時に、修行前に学校に入って校長先生にずっと案内してもらっていたんですが、子どもたちがどこにもいなくて、で雪が降っていたんですけど外で遊んでいるんですよね。でそのうちにチャイムが鳴ったらみんなこう教室に入ってくるということで、それまで教室に入っちゃいけないんですかって聞いたら、子どもたちは修行が鳴るまでは外で、待ってるか遊んでるか、で雨降りはどうですかって言ったら雨降りも同じですと。だからあの向こうの皆さんって雨が降ってても傘差さないんですよね。濡れたまま歩くというか、まあ、濡れないようなあのフード付きのものはありますけど、まあ、そうしたのでこう自然の中で過ごすっていうのが非常にこう、まあ、当たり前の生活が小さい頃からあるのかなという感じ でこれから冬になってマイナスになって寒いんだけれど、それも外ですかと言ったら、マイナス20度までは外で待機と。でもっと北のラップランドに行くとマイナス25度まで教室に入っていかんということで、本当にあの徹底をしているなという感じと、保育園に行ったんですけども、保育園も、みぞれ混じりの中で子どもたちは外で、遊んでました。これもすごいなと思ったんですけど、特段こう、あの不思議な話でもなくて、これがごくごく当たり前のことだということで、まあ、そうしたのはあの日本の教育現場に比べるとかなり違うなっていうことで、あの中学校の、木工室みたいなところに行ったんですけど、まあ、もちろん旋盤だとか旋盤とかあのプラーナーとか、フライスだとか、もうそうしたあの普通の建設業で使うような機械が普通に置いてあって、子どもたちをそれは自在に扱うということで、本当にあの小さい頃からこう生きるための術というのを身につけているなという。で調理室行ったら、まあ、男女みんなで何か作ってたんですけど、これも刃渡り30センチ以上もあるような先の尖った包丁、これはもう普通にそこらに置いてあって、それを使ってこう調理をすると、あれオーブンだとか、もう使ってやってるんですけど、まあ、焚き火も普通に今するような感じで、まあ、そうしたのがとても印象的でしたね。であと、どんな人に会ってもどんな皆さんから話を聞く中でも、私たちは森を尊敬していると、森を敬っているっていう、これはどんな人でもやっぱり言いますね。森があるからこそ私たちは今ここにいるんだということで、これがあのフィンランドの、まあ、国民の
底流に流れ底流にあるそうした思いなのかなっていう感じでした。ワークホリデーが大変好評だったという話がありましたけど、そして伊橋さん、ワークホリデーの推進というのはいろいろやってらっしゃるんですけど、伊橋でのワークホリデーというのはどの辺がこう、評価されたかな。どこなんですか。はい、はい、失礼します。ワーキングホリデーですけれども、いろいろな業種の、レパートリーを整えておりまして、特に人気が高いのはやはり林業、農業というようなところが人気が高いですけれども、実際に2週間から1ヶ月伊那市に滞在をいただいて、働きながら生活を体験するというところで、大変イメージが作りやすかったり人とのつながりができるということで、関係人口としてもすごく、いい取り組みになっておりまして、そこから移住に実際つながっている方も結構多いということで、年間通じて、様々なメニューを実施をしております。今も、実際に受け入れを行っております。はい、ということで引き続き、こういったものを使いながら皆さんの、PR をしていきながら移住定住促進していければというふうに考えております。ありがとうございます。まず市長としてはこの今ちょうど予算編成が議論から準備が進みますけれども、こういう移住定住施策っていうのを推進っていうのは、昨日の予算編成とかでも登場してらっしゃいましたけど、来年度には5年度を推進していきたいなという。一つにはまだ決定ではないんですけど、考えとしては、ニューヤメにあるキットハウス、あれがもう満杯状態なんですね。で入れない方も多いので、これからの形としては、ゼブンみたいなエコな住宅だとか、さまざまそうした今までと違うようなものを取り込んだそうしたキットハウス的なものっていうのも考えていきたいなというふうに思ってます。で移住定住については引き続いて同じように力を入れてやってきますの で、このことはまた担当課からいろいろなものが提案されてくると思いますので、十分検討して、積極的に取り入れていきたいというふうに考えます。ありがとうございます。以上でよろしいでしょうか。以上をもちまして、定例記者会見を終了させていただきます。次回は11月17日金曜日午後1時半からこの会場になります。ありがとうございました。ありがとうございました。